以前着物の寸法の測り方を動画にしました。その時に一部分かりにくい表現がございましたので、今回バージョンアップして再度投稿したいと思います。前回動画を見てくださった方も、今回が初めての方もぜひ参考になさってください。それでは始めます。こんにちは、着付け講師の素直です。今回のテーマは自分でできる着物の寸法の測り方です。リサイクルショップで着物を買いたいけど自分に合うサイズがわからない人、ネットで着物を注文したいけど寸法が合ってるのか不安な人、自分の着物の寸法を知らない人、そんなあなたのために着物の寸法の測り方を徹底的に解説します。用意するものはこちら。このメジャー一つあれば自分で今すぐちゃちゃっと測ることができます。人に測ってもらう必要はありません。自分で簡単に測れる方法をご紹介したいと思います。今回ご紹介する方法は正式なやり方ではなく、あくまで私が考えたやり方です。ですのでちょっとした誤差はあるかもしれないんですが、やっぱり自分の寸法を知っておくってすごく大切なことやと思うので、ぜひ参考程度に一緒に測ってみてください。で、今回は和裁師のハタルさんにご意見を伺いながら協力していただきました。ハタルさんは愛知県でご活躍されていらっしゃる和裁師さんで、ツイッターやブログをしておられます。概要欄に URL を貼っておきますので、気になる方はチェックしてください。この動画を見れば今まで自分の寸法が分からなくてモヤモヤしていた人も今すぐ自分にぴったりの寸法を知ることができます。ご参考になれば嬉しいです。それでは始めます。まず着物の寸法で重要なのは5つです。身丈、雪、身幅、抱き幅、襟下、この5つの寸法が重要です。ただリサイクルショップで着物を選ぶ場合、こんなたくさん考える必要はありません。最低限身丈と雪、この2つさえ知っていれば、だいたい着心地のいい自分に合う着物のサイズがわかるっていうことになります。一つずつ説明していきますね。まず身丈とはここのことです。着物の長さのことです。一般的には身長プラスマイナス5センチの身丈であればおはしょりがちゃんと出せて着やすいとされています。なので例えば160センチの身長の人だったら、着物の身丈っていう項目が155センチから165センチまでの着物やったら着やすいよっていう目安になります。ただ例えば身長170センチの人の場合ですね、身長プラスマイナス5センチの着物ってめっちゃ限られてきますよね。私も170センチ近く身長があるんですけど、165センチ以上の着物しか着られへんってなったら、なかなかリサイクルショップでお目にかかれないです。で、私の経験上身長プラスマイナス10センチあればおはしょりは綺麗に出せます、経験上です。ですので身長が170センチの人の場合、着物の身丈っていう項目が160センチ以上あればおはしょりはなんとか出せます。身丈が足りない場合のおはしょりの出し方はまた動画にしようと思ってますので、もしリクエストがあればコメントください。あとついたけっていう着方もあるんです。ついたけって何かというと、おはしょりを作らない着物の着方です。ついたけだとおはしょりがいらない分、だいぶ身丈が短くても着られるんですね。で、例えば身長170センチの人の場合、身丈がマイナス20センチ、つまり着物の身丈っていう項目が150センチ以上あればついたけで着物を着られるんです。身長160センチの人やったら140センチの身丈があればついたけで着られるんです。そしたらだいぶ選べる着物の幅が広がりますよね。アンティーク着物ショップなんか行くと、だいたいちっちゃい着物って多いんですね。で、めっちゃ可愛いと思っても、もう身長が高いから諦めなあかんなってなるんですけど、おはしょり作らなくても逆にすごくすっきりして、アンティーク着物なんかやと素敵に着こなせるので、ついたけで着るといっぱい選べる幅が広がります。で、ついたけの着物の着方はブログで解説してまして、 URL に貼っておきますので気になる方はチェックしてください。一つここで注意点がありまして、身丈には正身丈と肩身丈があるんですね。それは何かというと、着物のどこを身丈とするかなんですね。正身丈っていうのはここのことです。肩身丈っていうのはここのことです。これらは地域によって
測り方、捉え方が違います。なので型から測る型身丈であればこんだけの長さありますよね。でも背から測る背身丈の場合、繰り越分これだけ分短くなるんですね。どっちのことを言ってるのかで結構数センチの差が出てくるのでちょっと注意が必要です。じゃあどうすればいいかというと、さっき私が説明した身長プラスマイナス5センチは肩身丈の場合だと思ってください。だいたいリサイクル着物ショップのウェブサイトとか見てると肩身丈が多いので、身長プラスマイナス5センチ、ちょっと幅を聞かせて身長プラスマイナス10センチで肩身丈を目安にしてもらったらまあいいと思います。正身丈という表記もあるので注意が必要です。正身丈とはここのことです。正身丈は肩身丈よりも繰り越し分短いんです。分かりやすいように具体的な例を使ってご説明しますね。例えば身長160センチの人の場合を考えてみましょう。最適な肩身丈は何センチだと思いますか？ちなみに肩身丈っていうのはここのことですよ。身長プラスマイナス5センチが適正だから、身長が160センチの人の場合は155センチから165センチの肩身丈があれば適正ということになりますね。そして身長マイナス10センチまでやったらなんとかおはしょりは出せますので、150センチの肩身丈があれば身長160センチの人でも頑張ったらおはしょりが出せるということになります。一方、身長160センチの人の適正な正身丈は何センチでしょうか？さっき言った通り、正身丈は肩身丈よりも繰り越し分短くなります。つまりその着物の繰り越しの寸法が何センチなのかが分からなければ正身丈の適正寸法を割り出すことはできひんということになります。ちょっと難しい話になってきましたので、あんまり興味のない人は早送りしてください。例えば繰り越しが4センチの着物であれば、適正な肩身丈が155センチの場合、繰り越し4センチを引いた151センチが、これが正身丈の適正な寸法ということになります。これらは腰紐の位置でも変わってくるのでちょっと複雑な話になってきますけど、まあ、正身丈って書いてたらちょっと注意、だいたい肩身丈なので身長プラマイ5センチ、横を言えば10センチを目安にしてください。で、身丈について付け加えると、長襦袢の身丈ってどうしたらいいのっていう問題がまた出てきます。長襦袢の場合は身長マイナス32センチを目安にしてください。長襦袢の寸法は身長マイナス32センチが目安です。これも正身丈と肩身丈があってちょっとややこしいんですが、まあ、大体身長マイナス32センチで考えてもらったらいいと思います。ではお次に解説するのは雪です。雪っていうのはここの部分のことです。横の長さのことですね。で、雪の測り方はよく言いますね。この首の後ろのゴリゴリからこの腕のくるぶしのところを測ってください、誰かに測ってくださいっていう風に言われるんですよ。でもそれってなかなかハードル高いじゃないですか、誰かに頼まなあかんし。なので私考えました。前で自分でこうやって測ったらいいやと思って考えました。まずね、喉のくぼみ、ここにね、ここ骨がこうあって鎖骨があって、でここプニプニ押せるくぼみがあるんです。ここにメジャーの0センチのところを当てます。この当てる場所めっちゃ重要です。この辺とかの喉の辺じゃなくて、ここへっこむところ、指がピッて当たるところに0センチのところを当てます。そうして肩までピョーンって伸ばして、肩のこの角っちょのところまでこうやってピンと張りますね。でここポイント押さえます。で、喉はもういいので離します。こっからがちょっとややこしいです。じゃあこっからどうしたらいいかっていうと、まず持ち替えます。今押さえてるところを反対の手で持って、でメジャーをビヨーンってこうやって引っ張るだけで、この時の角度が重要なんです。まず手は真横に置いてください。で、45度こうピーンと張ります。手伸ばしてくださいね。横じゃなくて真下でもなくて、その間45度にピーンって張ります。で、この時に体の真横でやってください。前行ったり後ろ行ったりせずに真横です。45度、 OK ですか？そしたらしっかりここでバシッとメジャーをピーンと張って掴みましょう。もうこれで OK。 肩の手離します。これで測れました。どうやって見るかというと、今メジャー掴んでますね。そしたらここ手のゴリゴリがあります。ここまでスッと伸ばして測ります。で、
私の場合今68センチ見えますかね、68センチのところになりました。でここがぴったりの雪のサイズっていうことになります。で最近は着物の雪丈が長めの方が好まはる人多いんですね。洋服みたいにちょっと袖長めがいいやって思う人やったら、このゴリゴリよりちょっと長めの例えば70センチやなって思ったらいいですし、いやいや私はちょっと短い方が好きやねんと、家事とかもしたいっていう人やったら2センチぐらい短く、は66センチやな私の好きな雪はっていう風に見ます。ここでだいたいこのゴリゴリ目安に見てください。これで雪は測れます。でちょっと上級者編、あとの3つの項目をご説明しますね。あと3つは身幅と抱き幅と襟下、ちょっと上級者編ですが一つ一つ丁寧に解説していきたいと思います。で身幅って何かというと、この腰のこの幅のことです。で着物の寸法表を見ると、前幅、奥身幅、後ろ幅とか言って書いてるんですね。例えばリサイクル着物ショップウェブサイトとか見てると、いろんな寸法の情報があって、そこに奥身幅、前幅、後ろ幅とか言って項目があります。でそれはどうやって見たらいいんですかっていう風に結構リクエストが多かったので、今回ご説明したいと思います。まず項目一つ一つ説明していきますと、奥身幅ってどこかというと、ここ奥身幅ってここです。前幅っていうのはここです。で後ろ幅っていうのはこっからここです。後ろ幅っていうのはこっからここです。背中心までの寸法で、後ろ幅っていうのはこっちも後ろ幅です。右左あります。これは右左は同じ長さになってます。でこれらを一周するとヒップになりますよね。なので奥身幅足す前幅足す後ろ幅足す後ろ幅がヒップの長さと一緒やったら OK っていうことになります。ただ着物を着るときってここにも布があります、隠れてます。なのでヒップで測るとキチキチの寸法でちょっとちっちゃく感じます。なので自分のヒッププラス4センチイコール奥身幅足す前幅足す後ろ幅足す後ろ幅になるように考えましょう。でヒップの測り方にはちょっとしたコツがあります。ヒップの測り方いきます。まずメジャーをこうやって伸ばしてヒップ測るんですけど、お尻の一番出てる部分、ここにメジャーを当てる。でですね、こうやって当てたら横から鏡を見ながら水平になってるかを見ながら測ってください。例えばこういう風にちょっとでも上になってたり下にこう落ちてたりすると、斜めに走ると長くなるんですね。だから水平になるように気をつけて測ってください。でどうしてもお尻引っ込めたりしたいんですけど、そこは我慢してこないして測りましょう。私は95センチでした。ショックやな。だいぶお尻がでかいということが暴れてしまいましたね。ちょっと内緒にしといてください。結構ショックだけど、これは受け入れて着物を着やすくするためやと思って、嘘をつかずにありのままの寸法を告げるのがいいと思います。で今私95センチでした、ヒップがね。でさっき言いましたね、ヒップ足す4センチ、だから私の場合95足す4やから99センチが奥身幅足す前幅足す後ろ幅足す後ろ幅になればぴったりだということになります。だいたい着物で多いパターンっていうのがありまして、奥身幅は14センチぐらい、前幅は23センチ、後ろ幅は28センチが結構標準的というか多いかなと思います。で、これらをさっきの数式に当てはめると、奥身幅足す、前幅足す、後ろ幅足す、後ろ幅。私のぴったりの身幅の合計は99センチでした。なのでちょっとちっちゃいっていうことになっちゃいます。着物がねちょっと私のお尻のでかさにはちょっと足りないということになっちゃいます。なのでどうしたらいいかというと、まあこれやと着付けのテクニックで身幅が狭い着物はなんとか着られるんですね。でそれはまた別の機会に動画にしようと思ってます。なので絶対この身幅の数式に当てはまらへんかったら着れへんというわけではなくって、あくまで
目安にしてください。で、例えば絶対自分の寸法通りの着物が着たい、すごくこだわって寸法考えたいっていう人はこの数式に当てはめてヒップ測ってプラス4センチされて、で前幅とか後ろ幅を調整されたらいいと思います。お首幅はだいたい14センチになります。で、あとお茶される方の場合、こう立ったり座ったり正座しますので、前がこう短く感じちゃうんですね。前幅が狭く感じちゃいます。で、いっぱいかぶさった方が綺麗に座ることができます。なので前幅を少し広めに取らはったらいいと思います。これは仕立てる場合ね。あとはお尻がすごく出てる人、後ろのヒップが大きい人は後ろ幅を気持ち大きめにしたりとか、いろんな工夫ができますので、その辺は和裁師のはたるさんに仕立てを頼むときにはその辺もお伝えされるとすごくぴったりの寸法に仕立ててくれはると思います。次にご説明するのは抱き幅です。抱き幅って何かというと、ここの長さのことです。例えばバストがすごく大きい人やと、抱き幅が狭いとこの生地がこの辺に来てしまって身厚口から長襦袢が見えちゃうっていうことがあったりとか、逆に抱き幅が自分のベストの寸法より長い場合、ここがダブダブになって処理に困るなんてことも起こります。で、これは抱き幅っていうのはあんまりリサイクルショップのウェブサイトなんかには載ってないことがあるので、リサイクル着物を買うときにはあんまり考えなくていいかなと思います。極端に胸が大きい人とか華奢な人はある程度参考にされたらいいと思うんですけれど、標準体型の方やったらあんまり意識しなくてもいいかなと思います。で、例えば新たに着物を仕立てる場合、バストを伝え張ったら抱き幅調整してもらえます。バストの測り方はさっきのヒップの測り方と同じで、こうやってバストの一番高い部分でこうして測ります。で、後ろと前がこう前後しないように水平になるように測るのがポイントです。で、このバストの長さを和裁師さんや呉服屋さんに伝え張ったらいいと思います。で、バストが大きい方の注意点はもう一つあって、見厚口をちょっと広めに開けてもらわはったら、襟合わせがこう見厚口に手入れて襟合わせしますよね。で、バストが大きいとなかなか布の生地がここに必要となるのでやりにくいので、見厚口を長めに取ってもらうと着付けしやすいと思います。で、最後に説明するのは襟下です。襟下とは何かというと、ここの寸法のことです。今見ていただくと、私今襟下こんなとこ着てるんですね。で、これは母の着物なのでだいぶ下に着ちゃってます。ほんと言ったらここに着てほしい。この腰紐ここにありますよね。腰紐にこれが引っかかるようにすればこれ以上落ちてこないし着崩れしにくいんです。だからとっても着やすいんですね。ですので、このこっから下の襟下、またはつま下とも言います、つま下の寸法を指定しはるととっても着やすい着物が出来上がってきます。アンティーク着物ショップなんかにはあんまり載ってない項目ですが、新たにもし仕立てはるとしたら襟下寸法もお伝えになった方がより着やすい着物になります。襟下寸法の測り方いきますね。まずできたら着物を軽くこうして着てください。もう大体でいいです。こうやって合わせて、で腰紐を締めましょう。そしたらここから腰紐までの長さをまず測ります。腰紐今私ここにあるので、自分が一番着やすい腰紐の位置にこう0センチとか当てて、でここまでこのカックンってなってるところまでを測ります。今20センチでした。そしたらこの着物の襟下寸法を測りましょう。ここから裾までですね、を測ります。74センチってことは、私にぴったりの襟下寸法は 74+20 っていうことで94センチですね。そういう風に割り出してみてください。襟下寸法がぴったり合ってれば着物の裾が崩れにくいです。いかがでしたでしょうか。今回は自分でできる着物の寸法の測り方をご紹介しました。項目は5つです。身丈、ゆき、身幅、抱き幅、襟下、この5つの寸法が分かれば自分にぴったりな着物が出来上がります。またリサイクルショップなんかで着物を選びたい時も、最初言った身丈とゆきさえ知っていれば着やすい着物をチョイスできます。お家にあるメジャーを使って簡単に測ってみてください。今回は和裁師さんのはたるさんにご協力をいただいて撮影しました。はたるさん、ご協力ありがとうございます。
この動画がいいなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。Twitter や Instagram では日々コーディネートなど発信してますので、よかったらフォローお願いします。また別の動画でお会いしましょう。素直でした。